息が苦しい。足に力が入らない。病気のせい。昨日何も食べなかったから。クレックはどこに行ったの？は？はい。記録するでしょ、うん、しないわけがないだろう。これ、あれ使う必要あるか？使う必要ありそう。アドレナリン。そうだな。だってなんか、元気ないもん、立ち絵が。うん。あ、体調不良。集中できないんだ。ダッシュができない。使おう。使えんのかな？使えるんじゃない？あ、使えないわ。あ、使えないんだ。使えないんかい。なんでや。使わせてくれ。じゃあ走れないね。本当だ、全然走れない。何この匂い。油？燃やされちまうで。どっから匂うんだ。フレックは無事？フレック？は？え？何これ。調べたくねえ。箱から血が。この手紙は何だろう。兄さんへ。兄さんの人生も家族も俺が奪った。ずっとお前が大嫌いだったんだ。兄さんはあの日俺にこう言ったよね。それでも俺は兄さんも、俺を産んですぐ死んだ母さんも、首を吊った父さんも、今でも大好きなんだ。俺は家族を守れなかった代わりに誰かを守り続けるよ。だから許してくれ。だからどうか許してほしい、グレック。この手紙、グレックの。お、愛の償い。この中グレックとか言わんよな。マジ？この小さい箱の中血の匂いがすごい。早くこの部屋から出たい。ごめん、飛ばしちゃった。あー、グレックまでいなくなっちゃったらどうしたらいいんだよ。油の匂い。油、集中できないしさ。セーブはできる。あ、なんか右。油のか、ガソリン缶じゃないこれ。階段のところ。で、燃やす予定じゃん、こんな。証拠隠滅とかじゃない。油がこぼれてる。すごい匂い。下行けない。左からは行けるかな。多分なさそうだったよ。全然走れません。本当だ、下行けそう。あ、行けない。行けない。おい、レイス、レイス。ひどいことするね。なんでこんな鉄くずが。2階からじゃ、あ、ルイスいるやん。あ、でも、まだ階段あるよ、玄関の方。あ、そっかそっか。下行けばあるね。なんでこんなボロボロなん。ねえ、あ、行けそう。どうしちゃったんすか、ルイス神父。聖堂の雰囲気が、いつもと違う。すごく、すごく嫌な予感がする。ええ。ちょっと待って。ちょっとね。うん。まだやれることがありそう。そう。あ、明るいここ。あれ？客室こんな感じだっけ？ねえ。誰もいない。ああ、勝手に進む。あ、帰っちゃうんだ。帰っちゃった。え、全然、なんか見た目違くなかった？なんか違ったよね、うん、あれ？ここは一緒だけど。一緒かな。グレック、どこ？この部屋にはいないみたい。なんかボロくなってる気がするんだけど。あとは右だけだよね。そう、行けるの。他のこの部屋とかは確認できる？行ってみよう。てか、ここなんか部屋のあれ、血がついてる。気のせい。気のせいかな。気のせいか。
あ、でも一応閉まってるところは閉まってるんだね。そうだ。ああ。いや、じゃあここしかやっぱ行けなかった。うん。そこには出前頼んだやつが置いてあるよね。あと右の部屋だね。ルイスの部屋とか入れんのかな？聖堂。あ、入れないんだ。それでも鍵は閉めると。いやー、ノワールどこ行ったんだろう。ね。怖いんだけど。今はそれどころじゃない。じゃない。走れない。走れない。行くか明日。もう行くしかないよね。うん。進もう。の前にセーブをしよう。大事大事、セーブは大事。最高。ルイス神父はいるぞ。あ、片付けられてるんだ。うん。ロゼ、待っていたよ。神父様、グレッグがいないの。それにベティが。ベティ、ベティ、彼女は残念だった。かわいそうに。ベティは素晴らしい子だった。なのに、あんな無駄死にするなんて。無駄死に？どういうこと？どうして無駄だなんて言い方？ロゼ、誤解しないでほしい。私はベティに何もしていない。むしろ、ベティはプレゼントだったんだ。君へのね。意味がわからない。グレッグ、グレッグはどこ？彼は優しかった。ここにいる誰よりも。優しさは人を強くもするが、弱くもする。グレッグは素質はあったが、私たちを理解できないだろう。だから箱にしまっておいたんだ。お前じゃねえか。お前が手前にしたんだ。箱にしまう？あの箱の中にグレッグが？嘘。人が入る大きさじゃないもの。必要のないものなどいない。コジも私も、もちろん君も。ずっとずっとこの時を待っていたよ、ローゼ。君を初めて見た時感じたんだ。この子なら終わらせられるってね。どういう意味？興奮してるせいかな。体が熱くなってきたよ。変態だ。いや、これは、そうか、これはペティと同じ薬か。あー、ノワールが何かしたのか。おっと、もうあまり時間がないようだ。すまないロゼ、君にはもっと時間をかけたかった。え？私が描いた物語、死にたくないと願う女の子の物語。あ、ロゼ、最後のショーを見せておくれ。この教会は父が建てた場所。悲しい思い出が詰まった場所。コジも、みんな死んだ。君もこれから死ぬ。神父様、やめて。全部終わらせる。始めるために終わらせるんだ。話が通じない。ずっと想像してたんだ。その人形のような顔がどう歪んで、どんな声で嘆くのか。くそ、目が霞んできた。あと少しなのに。神父様の手が、力が弱まってる。今なら。は？レンダキー！レンダー！はい。目が
えない。あの時の、死んだ時のピティと同じ病気のせい、体が重い。そうだ、これアドレナリン。これさ、もらってなかったら一緒に死んでたんじゃないの。そうだ、ノワールが一時的に元気になるって。わ、話しかけといてよかった。ノワール、すごい、これなら走ることもできそう。これじゃもうロゼの顔が見えない。ロゼ、どこだ。ロゼ、ここにいるよ。私はここだよ。ここだよ、レイス神父目の前にいるんだよ。ヒガ、なんとかしないと。集中して落ち着けばなんとかなるはず。はい、あ、シティだね、集中だ。うん、あ、音立てちゃダメだ、ガラスとか踏んで。なるほど、あの C キーのままでもいいかもしれないけど。うん、ああ怖い怖い、反撃のチャンス。あ、なんかあんのかな。なるほど、このガラスとかを踏ませるとかさ。ああえ、その火危ないよ、刺さったら痛そう。あ、なんか、あ、なんか、あ、火がついたまま。って、多分これ調べるんだ。あ、ちょっと、あ、出て、い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 て。あ、あらららら。で、火、あれ、それ、火ついたまま。あ、待って待って。待って待って、痛い痛い痛い、死んだ。あ、リトライしよう。はぁ。これじゃダメみたい。神父さんもひるませよ。あれね、集中しないで取りに行けばいいのか。取りに行けばいいんだ。オッケーオッケー、ロゼー、頑張れー、私はここにいるわ、助けてー。はぁ、怖い。よいしょ、拾え。なんか落ちてくるんだよな、多分、ね、多分あの、ひるんでからかな。そうか、神父様が助けてー、こっちだよ。あ、チャンスタイム。よいしょ、集中で反撃。うわ、痛そう、燃えてるもんな。いいよ、いいよロゼ、とっても楽しいよ。キモい。最悪だね。本当はこの手で、指で、君の命が消える感覚を味わいたい。でも残念だ、力が入らなくてね。こんなものに頼ることを許しておくれ。え、何これ、銃じゃない。ちょっと待って、はノゼ、ノゼ、ノゼってば。あ、ジェフ、やっと僕の声がロゼに届いた。ずっと呼んでるのにロゼ気づかないんだもん。本当よ、私たちずっとロゼを呼んでたのに。神父様すごい怒ってるじゃん。このままじゃロゼ殺されちゃうね。のんきだなお前だけ。え、なんで3人がいるの。なんでって、ロゼがそうしたんでしょ。そんなことよりやばいって、神父様めちゃおこ、このままじゃ死んじゃう。ロゼ、私たちずっとあんたを呼んでた。でも私たちの声は届かなかった。まあ死にそうになってるからか、今は聞こえるみたいだけど。でもあの子の声なら聞こえてたはず。そうでしょロゼ、あの子の声はロゼに届くんだ。だからちゃんと聞けよ。ほら、またどの子だ。あ、この声か。ああ、うん、生きてほしいの。なぜ集中して、なぜ集中して。はい、あ、あれ、さよなら。
どうぜ。シキだ。集中した。集中したけど、どうすんの。うわ、あ、ゆっくりになってる。あ、はい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 。それで弾を避けると。なるほど。外してしまったようだね。じゃあこれはどうかな。神父様、だいぶ具合が悪いみたい。きっと隙ができるはず。集中。うお。ナイフが落ちている。何かに使えそう。反撃に使えそうか。危ない、危ない、危ない危ない、いて。下手すぎるかもしれない。当たりに言ってたな今。今当たりに言っちゃった。これどっから、あ、銃弾だって。あ、具合、うん、いいところだね。具合悪いみたい。待って待って、痛い痛い、危ねえ。あ、今チャンスじゃない、今だ。 OK、ナイフ手に入れたけど、もういけるんじゃないかな。具合悪いから多分近づいたら、あ、ない、あ、ちょっとちょっと。ひどいよ。もっと煽りたいのに私全然集中できない。私が集中できない。待って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 、早い、結構早いな。そうか、集中しないとこんなに早いんだ。で、ナイフ拾う。冷静になれ、冷静になれ。危ない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 。危ない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 。その病気は、どんなお薬も、どんな方法でも治りませんでした。女の子は毎日毎日、海を見ながら泣いて過ごしました。死にたくない。もっと生きたい。そう思いながら。ある日、女の子の前に、人魚が現れて言いました。病気のせいで毎日泣いているのね。かわいそうに。そうだ、私をお食べ。私の血肉を食べると、不老不死になると言われているの。そんなことをしたら、人魚さんが死んでしまうわ。いいのよ。私は生まれ変わりたいの。人魚ではなく、人間として。私、一人ぼっちなの。あなたもでしょ？でも、今のままじゃ、私は海で、あなたは陸でしか生きられない。一人は寂しいの。人魚の涙を見て、女の子は食べることにしました。朝、女の子が目を覚ますと、病気はすっかり治っていました。これはロゼちゃんかな。私はママと同じ病気、必ず死んじゃう病気。ママが人形になった日、浜辺で人形を見つけたの。ママが読んでくれた絵本の通り、人魚の内臓を食べてから元気になった。でも、またすぐに苦しくなった。食べなきゃ、食べなきゃ、私が死んじゃうんだ。神父様、死んじゃったの？
ようぜ。このままじゃ死んじゃうよね。なら、なんだか変な味。ジェフとキャロル、エリオットは美味しかったのに。これや、そうだよな、内臓がなくなってるって。ロセが食ってたんだ。ロセちゃんだったのか。で、あれじゃない、ノワールはさ、食べれる、内臓取れるように薬を注入してたんじゃないの。ああ、手助けしてたんだ。ああ、ノワール、ノワール、ロゼ、迎えに来たわ。ノワール、驚かないの？私はずっとロゼを見てきたから。それよりもルイス神父はどう？変な味がする。これを飲みなさい。薬？何の？大丈夫よ。ただの解毒剤。ただの解毒剤だから。さあ行きましょう、マッシェリー。ちょっと動揺しちゃったかな、ノワールちゃん。手をつないでにっこりじゃないんだよね。あら、全部知ってたノワールとなら一緒に生きていけるかな。うん、一緒に生きてみたい。はぁ、レイソンデイト。おもろ、すげえゲームだ。いやー、ルイス神父ってお前かって。いや、ルイス神父だと思ったのに。めちゃくちゃルイスだと思ってたのに。なるほどね。共犯でしたか。そうか。いや、じゃあグレッグは食べ損ねたのか。そうね。なんてことだ。知ったかぶってたんだ、ロゼちゃん。あじゃあ、まあ、でも、あれなのかな、誰が殺してたまではまだ知らなかったのかな。その中でその死体から内臓だけは食べてたっていうだけなのかな。なるほど。殺してたのノワールなのかな。なんじゃないのかな。薬があって病、なんか言ってたもんね。そうだね。あのベティと同じ薬買って。お。エンド1。エンド1。チルドレンズストーリー。ずっと前から見てきたわ。私はあなたのすべてを受け入れる。これノワールか。うん。ニューゲームから境界編裏。裏が解放されました。あらー。別視点ってことかしらね。そういうことかしらね。あら。あー、変わってる。へえ。どうなの？この二人も共犯だったりすんの？なんのか？そのためにカーティス神父をやって。うん。あの、若い、多分若い内臓とかの方がいいんだろうね。そういうことだよね。だから、あの、孤児院として、孤児を引き取っては、うん、ノワールが薬で殺して、それを与えてった。あ、じゃああれか、お父さんを殺したのも、ロゼちゃん。ちゃんなのかな。内臓、自分が生きるために。うわ、内臓を食ったとかじゃないのかな。すごい、これはちょっと、じゃあ一旦区切って次回から裏やっていきましょうか。そうだね、うん、バックストーリーオブアダルトだって。うわ
大人視点の話なんだね、これは。じゃあだね、この二人の視点じゃないかな。楽しみいや、おもろこれということで、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。